が見えなくて切りました。すごい。テロップ設定したらやってくれた、ありがとうございます。はい、ということで今はカミングフレーバーでリレー配信をしてるんですけど、えなちゃんから回ってきました。妻内部申し込んでくださると嬉しいです。でえなちゃんからはなんだっけ、カミフレのツーマンライブの見どころを教えてくださいということなので教えたいと思います。見どころはですね、いい感じのセットリストはいい感じの波がありまして、いろんなカミフレを見れると思います。大人っぽい曲も可愛い曲も元気な曲もいっぱいあって、そのね、表情の切り替わりがすごい見れると思うので、それを楽しんでいただけたらいいなと思うのと、やっぱり配信限定のライブなので、カメラ、観客はカメラの向こうにしかいないので、カメラ越しに伝わる迫力みたいなのが絶対あるはずなので、ちょっと楽しみにしてってください。なんかね、1曲目からなんかすごいあれですよ、なんか迫力があります。 なので楽しみにしててください。ツーマンライブなので、スーパーガールズさんも見れるので、ぜひそれも楽しみにしてください。見どころは本当にいっぱいあります。なんだろう、なんかもうネタバレになっちゃいそうなんですけども だけど本当に波ですね。なので見てください、ぜひ。グッズも販売されてて、結構もうみんなのとこに届いてるっぽいので、ぜひそれを身につけてライブを見てくださると嬉しいです。1曲目は何 だろう、迫力だと思います。迫力ですね、多分迫力なのかな。でも1曲目っぽいです。1曲目は1曲目っぽいですね。なんだろう、1曲目って感じがする、このセットリストの中だったらそんな感じがします。なので楽しみにしてください、ぜひぜひぜひ。 ちょっと予想してみてください、勝手に当たるかは知りません。あと、はい、何を呼ぶんだっけ？あとは、このね、カミフレの生写真と取手出しの販売が決定いたしました。ということです。決定したそうです。ちょっとサイトに、サイト、カミフレのサイトにもう載ってるんですけど、オリジナルグッズが販売されました。めっちゃ可愛いので、生写真。ランダムなんですけど、でも取手出しは多分当日のやつですよね。だから楽しみに待っててください、どんな美女なのか。 生写真はマジでより中引きあります。ゲットしてください。そしてこのライブはお安い、お安い3000円で、なんとライブを見ることができるので、本当に安いので、よかったら見てください。アフタートークもあります。そう、カミフレポーズもあります、あるんですよ。ユリチュウ引きとカミフレポーズ。カミフレポーズは5枚セットのうちの1枚として封入されております。
紙フレポーズはランダムで封入しておりますので、1セットに必ず1枚封入されているわけではありませんということなので、多分紙フレポーズはの生写真はレアだと思うので、ね、レアを引き当ててください。本当にお安い。このご時世いろいろ配信限定ライブとかいろんなアーティストさんがやってると思うんですけれども、本当にお安いので、こんなお安い価格で私たちを見れるということなので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。そう、アーカイブもあるので当日見れないよって方もいると思うんですけど、アーカイブで見れるのでぜひぜひ。アーカイブは1月30日の23時59分までなので、1週間期間があるのでたくさん見れます。なのでたくさん見てください。スーパーガールズさんのライブもあるのですごいお手頃です。ライブはそんな感じでも、本当に今日はリハーサルで2回も通したんですけども、ちょっとマスクしながら踊ってるのでしんどかったんですけど、画面越しでも全然盛り上がれるので本当に楽しみにしてみてください。めちゃめちゃ何回見ても飽きないのがこの紙フレのライブですね。本当に飽きないです。私も紙フレの単独の映像めっちゃ見返すんですけど、本当に見飽きないので、紙フレはそこが飽きさせないですね。お安い、ぜひぜひ。このね、なんかねバナーどっちか分かんないけどバナーを変えるのでたくさんアクセスしてください。アーカイブは1週間だから、大人っぽい紙フレも、紙フレちゃんも、迫力ある紙フレちゃんも、見てて元気になる紙フレちゃんも盛りだくさんです。なんかなんかネタバレしそうだからちょっと言えないなけど、ネタバレしそうなんですけど、迫力があるライブになると思います。そうです、わかんない、あってなんだろう、驚いてるのかとか、どういう今日は顔のコンディションがいいとか悪いとかもそのライブを見ればわかるので、ぜひ見てください。すごいハードル上げてるけどどうしよう、でも本当に頑張ります。頑張るので見てください。初めてのツーマンライブと、見どころは本当にたくさんあるので、そのねバナーからサイトに飛べるのでいっぱい飛んでください。いっぱい飛んでサイトを物色してください。そうですね、紙フレはライブで新規の人をたくさん獲得したいので、新規の人でも初めて見た人でも盛り上がっていただけたらいいなっていう感じのリストです。だからいっぱい広めて、このグループ見てって友達とかにも広めてください。本当にダンスめっちゃ揃ってたの、前回のライブだから本当に見てほしい、その揃い具合とかね。ってくださいということで、マジで盛り上がります。曲全然知らなくても、あ、いい曲だなって思う
思いが伝わるように一生懸命歌うのでね、いい曲だなって、全部いい曲だなって思ってくれたら嬉しいです。はい、見どころはどんな髪型なのか、私の好きな曲は何なのかです。みんなが知ってる曲やるかはわからない。やります、わかんないけど、やる、やらない、見てください。じゃあもう本当に見るしか。いや、ライブは楽しいですからね。私もアイドルファンだったのでわかります、その楽しさが。ということでね、そろそろ全部知らない曲だったら、まあ確かに全然知らない、全然みなんか全然関係ない、今まで共演したことのないアイドルさんの曲つけたらめっちゃ面白いけど。ということで次の何メンバーにバトンタッチをしたいと思うんですけど、ちょっと紙とペンがね私の部屋にないので書けないんですけど、次のメンバーに出すお題はカミングフレーバーを漢字一文字で表すと何ですかです。漢字一文字、なんかなんだろう、他のお題と迷ったんですけど、ちょっと時間足りないかなと思ってこれにしました。いいお題ですか、もうめちゃめちゃどうしようと思ってなんかカミングフレーバーってカタカナだから漢字で見たことないのでね次のメンバーは誰だと思いますか、皆さん、ちょっと誰だと思いますか、答えよ。シンキングタイム10秒、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0、締め切りです。残念ながらすごい悠々って来てるんですけど、一番悠々が多いんですけど、全然違ってですね、全然違って、でもしかも一番最初に答えてくれた人が合ってます。西くんです、西くんです。このバナーのやり方を教えてくださった西くん、教えてくれた西くんです、わーい。ということで西くんには紙フレを漢字一文字で表すとをやってくださるので、なんでこんな敬語なんだろう、見に行ってください。バイバイ、私は終わります。ありがとうございました。